ゲップしたら即終了、コーラ一気飲みすごろくチャレンジ、イエーイ。サニッチです。ためになるなるなるです。私たちは芸人なのでしょうか。はい、芸人です。でも芸人さんもっと面白いんだよな。芸人になりたいただの YouTuber なんですけども、こちらやっぱり YouTuber って言ったらコーラ、このコーラを一気飲みしてすごろくをやっていくという普通にスゴロクするわけないんだもん、私たちがね。このスゴロク、普通に罰ゲームとかもあったりするスゴロクなんですけど、まあ、普通に言っても面白くないのでこれを込みで、もうゲップをしてしまったら終了です。先に全部コーラを一気飲みすることが入るってことですね。そうなんです、まずそこがね。いやー、女子がやることじゃない。ハイキングウォーキングさん、そうそう、大好き。それじゃあ、わーい、乾杯。コーラ久しぶりに、確かに、帰りたてほやほやのね、シュワシュワですよ、もう、うん、じゃあいただきます。いただきます。待って、これ心配。あ、すごい。向きはちなみに20のコラボボトルで、私ミーヒー選んだ。うまいか、うまいかあ、同じぐらい飲んでる。こういう企画だったっけ、まずこんな辛いん、やばい。ここからゲップレートの負けね。最初はグーじゃんけんぽい、いきます。3、あのね、1、はい、1。早口言葉、東京特許許可局を3回言う東京特許許可局今日の動画を見てくれてありがとう。今喉が鳴った、喉が鳴った。東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局。あー、大丈夫か。ね、進んで、もっとモノマネをする。喉が鳴る。あ、バチェラージャパンのローズのモノマネいきます。右どんだけの人に丸丸さん好きだと叫ぶ。お願いします。右どんだけ、私でしょ。周り回って、あれあれ大きい声出したら絶対に出ちゃう。大きい声出したら出ちゃう。早くリッチーさん好きだー。リー、ありがとうございます。やばいやばい、お腹痛い。5 1 2 3 4 5。面白いダジャレを言う。喉が鳴っただけ。喉が鳴っただけですよね。アルミ缶の上にあるみかん。面白くね。大笑いを7秒間オッケー。あれ、大丈夫ですか今の。大丈夫ですか。ここにおるんよ。私もなんよ。嘘、大笑い7秒間。せーの。6、いいよいいよ。5、6。全員から拍手されながら7マス進む。すごい。ランニングマンする。これやばいよ。突っ込む気力もなくてごめんな。もう突っ込めん。ランニングマンお願いします。やばいやばい、見てるだけでやばい。 OK。 あ、もうテンションやばいもんね、うちら。3 1 2 3。ブラックゾーン全員からしっぺ。これしっぺする方が結構動くね、これ。でも表紙で出るかもしれない。やばい、そろそろやばい。3。でも早い。酔っ払いのものまねをする。酔っ払いって結構ヒックって言わない。よーい、スタート。えじゃあ可愛いお姉ちゃんがいました。
姉ちゃん、姉ちゃんちょっといいね、姉ちゃんかわいいね。はい、終了。ダブルダメージ3です。1、2、3、嘘でしょ。全員からアクセサルながら7を進む。1、2、3、4、5、6、7、ランニングマンする。いきます、ランニングマン、せーの。ちょっと待って待って待って、ゲップした、こいつがゲップした。5、4、3、4、5、意味も含めて2つ答え。時間かかるぞこれ。一石二鳥、1回のことで2回効果が効果儲けるみたいな。近所鉄壁は、すっごい強い鉄壁。はい、ブブー、もう一回。え、近所鉄壁ってあるよ。あんの？あるある。作ったのかと思った。ごめんなさいね。面白い。そうだよ。2、ちょっと待ってね。1、2、1回休み、ラッキー。この場合ラッキー。この場合ラッキー。2、自分の名前を尻文字で書く。今やりたくない。一番え、金じよ。何タイム。やばい、待って、これ待ってる間もやばいってな。すみませんでした。座って座って。伝わったかな。早い。5、1、2、3、4、5、何もない。5、四字熟語を意味も含めて2つ答える。一期一会、一度の出会いはもう二度とない的な感じです。10人十色、みんな違ってみんないい個性を持ってんだよみたいな、みんな違うよっていうやつです。10人いたら10人違うよねみたいな。オッケー。3、お、え、ゴールにもある。ゴールできた勝者はサッカーの実況くん。ゴールと叫んでゴールしても違うやん。じゃあもう全力のゴールお願いします。ゴール。出る？大丈夫。抑え込んだ今、息止めた。正面の人にウィンクする。6、ボロンぴったり、ゴールゴール。ちょっと短かったからもう一周行こう。最初はグーじゃんけんぽい。苦しい。4、まだ当たってないとこ行くといいね。お、来た。早口言葉、東京特許許可局を3回言う。言えてない。東京特許許可局、東京特許許可局、東東許可局。ひどいひどいし、声なんか低い。3、はい、オッケー、いきます。4、はい、右隣の人に何とかさん好きだと叫ぶ。またか。まだ。じゃあみんなに好きだって。みんなのこと好きだー。セーフ。2、あー、セーフ。どうぞ。6、すごい早い。1、2、3、4、5、6、動物のモノマネをして当ててもらう。何の動物か私が当てます。エンギョーやフィンジョボバターダ、エンギョーやヒーショボバターダ、エンギョーやヒーショボバターダ。待って、動物？ライオン。え？違うの？ナマケモノ？鳥？あー、なんやっけ？なにこれ？キリン？キリン？なんで歌ったの？イメージ強くて。ライオンじゃないんかい。キリンね。こう面白いダジャレを言う。出た。ちっちゃ。聞こえた？聞こえた。地味なの出たね。ということで終了。辛すぎた。ちょっと解き放たれたも今出したことで。いや、みんなもしかしたらなるがギャップするとこ見たかったかもしれないけど。いや、そんなことないよ。ちょっともう我慢できなかった。赤さんみたいにさ、背中をさ、トン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 って出てるかもよ。いや。お腹？お腹ったら竹になんない？
はい、ということでコカ・コーラ一気飲みでスゴロクをやってみたんですけども、コーラ飲んでるのに痩せた気分になる。今回使った罰ゲームスゴロクはダイソーで買える商品ですので、皆さんもできるのでぜひやってみてください。どうでしたか、ダルは？なんか新鮮でした。2人のテンションがおかしかった、うん、最初からテンション高くもできなくて苦しい2人でしたが、最後まで見ていただきありがとうございました。皆さんは真似しないようにしてください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。今日の動画を見てくれてありがとう。そして今日お誕生日の人はおめでとう。チャンネル登録して